小畑つです。はい、今回はビッグ鏡面について、質問いただいたので説明したいと思います。まずビッグ鏡面なんですけど、まずビッグ鏡面とは何だろうって話なんですが、声をこう出した時に鼻からこう息をこう抜いて響かせる、鼻で響かせるっていうやり方なんですけど、いきます。あーってまず鼻から出してない時はあーって鼻から出します。あーあーあーですね。あーあーあー、そうすると少し、鼻腔共鳴で共鳴して、ちょっといい音が出る。鼻腔共鳴とは、声を口から鼻から響かせる。でスピーカーが、ちっちゃいスピーカーがもう一個つくっていうイメージでいいんじゃないでしょうか。はい、でもまあ使わなくても、使っても、どっちでもいいもんだと、僕は思っています。でも鼻腔共鳴を使うメリットとしましては、喉を痛めにくいっていうのが僕の中では、すごいあるなと。出しすぎて喉をこうあーって使いすぎてしまうときに、あーって鼻からこう出すことによって、あーってなることによって喉の、負担を、少なくして、使えるなら、使える場所を見つけて、ぜひ使ってみてください。はい、その鼻腔共鳴の出し方なんですけど、簡単に言ってしまうと、鼻から息を普通にこう押し出す、鼻の方に息をこうあーって鼻を開けるっていうイメージだと思います。はい、ちょっとやってみます。あーってなった時に鼻から息は出てないですね。あー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 、はい、というところで鼻にうん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 っていう鼻から息を出す、普通に鼻から息を出す、うんうんっていう感じですね。はい、これを、もう感覚というか、もうあくび、喉をあくびするとか、そういうイメージで鼻の方もこう広げていって、うんうん、よく耳が詰まった時にこの後ろの方広げるっていう感じですか。それのもうちょっと前をうんうんうんっていう広げるっていうイメージでやってみてください。それで、そこを自分が本当にできているのかできていないのかっていう確認方法は、まず指を鼻の上にこう置いて、あーって普通にこうやった時にここがブルブルしない時は、うまくいってないでしょ、証拠で、ここに鼻で、あー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 、鼻に少しでもブルブルくるっていう時は成功します。鼻で、あーあーあーで、ちょっとでもブルブルって、この指に、振動が、来るようであれば、それで、できていますね。はい、すごいちょっとなんですけど、ここに、振動が伝わった時は、できている証拠になるので、そこで確認してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。はい、もしこの動画が良かったら、評価の方、そしてチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。はい、小畑つチャンネルでした。またね、バイバイ。